皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はユニクロでスポーツタイプのウェアなどを購入してきましたのでご紹介したいと思います。では開けてみます。1着目はこちらのウルトラストレッチアングルパンツです。あらゆるシーンにおすすめなんだそうなんですけれども、こちらは毛玉ができにくくてすごく張りのある生地です。で、履いたシルエットが綺麗ですね。で、色はいろいろあったんですけれども、グレーとかで、私は黒を選びました。で、こちらは1990円になります。私は今ダイエット企画でダーニングを1時間やって、どのぐらい体重とウエストが変化するかっていうチャレンジをしてるんですけれども、それに履いていた、スポーツタイプのパンツもユニクロの製品なんですけれども、で、以前は何本かこういったものを持ってたんですけども、ちょっと古くなってしまって今1本しかなくって、足りないなと思って今日購入してきました。こちらはドライ EX クルーネック T シャツという商品で、驚異の速乾性を持つ T シャツで、汗を瞬時に吸い上げてサラサラにして素早く乾かしてくれるという特徴があります。カラーはブルーとピンクと購入しました。ピンクはこちらですね。すごく可愛い色になってます。私はユニクロのスポーツタイプの T シャツを以前ランニングで使用していて、それは 4,5 年ぐらい着ていたんですけれども、もう何百回も多分洗濯したんですけど、首元が全くよれなくって、色あせもあまりなかったですね。そして素材がすごく良かったんです。で、低価格なのに他のメーカー品とは引けを取らないような T シャツだったので、今回もユニクロの商品を購入しました。はい、続きまして、こちらはスポーツウェアではないんですけれども、セールでパジャマが安くなっていたので購入しました。これは2990円なんですけれども、セール価格で1290円で購入できました。こちらは夏物のパジャマで半袖になります。ドットがすごく可愛いなと思います。下はこちらは半ズボンのタイプになります。ウエストの部分には紐がついているので調節できるようになっています。秋物のパジャマもたくさん出ていたんですけれども、今年はすごく暑くってまだまだなんか暑そうだなと思ったので、夏物のパジャマを購入してみました。以上、ユニクロの購入品でした。これを着てランニングを頑張りたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。